安倍政権下はいろんな不思議があるんですけど七不思議のうちの1個とりあえず考えてみると少子化で若年人口が減少しているのに住宅ローン市場が過熱する理由ということなんですけどねどういうことなんだって話なんですけどですよね。でおっしゃる通りそのもうかつては住宅とかあるいは土地ねこれが担保にして担保にすれば銀行は その価値以上の金を貸してくれたんですね値上がり見越して。うんはい、もう今はもう銀行は90年代の失敗に懲りて、うんはい、こういうものは貸したくないんだよね。うん、だけど一方でその銀行のその資金調達も苦しくなってる。下げ、はい、その新しくその預金されるよりもたくさんの預金が引き出されている状態なわけですよね。で、うんうん、そうなるとこう <laughs>。 目をけたのがこれななんんでですすねねローン市場よだから地方の地場産業とか地方の商店とか工場とかこうした生産に向かうようなところに融資してたそうした産業がもうどこにもないもう本当に消えてしまってるとそういう中貸し出し先が見つからない貸し出し先が見つからない個人個人だっても人口減少してるし土地皆さん家持ってるしじゃ じゃあどうするのとで若い人相当出てっちゃうし、えー、普通にこの子育て世代が世代になってきて、えー、家を持つっていうことももうないのにでもそこでも無理くり貸すということは、うんうん、やっぱりもう特に地方銀行にとってまだ、はい、東京までやってきて住宅ローンを販売するとでそれはまず長期で買りますよね超銀行住宅超東京まで来ってきますの、うん、そういうことしてんので。 まず、まあ、20年25年30年ってすごい長期ですよね。はい、でしかもその当然火災手っていうのは定期的に毎月所得があるとみなされてる人たちを、うん、横浜市内のね、うん、特定の駿河銀行の支店で融資を受けるようにし、まあ、指示したと<ー>ここの銀行の誰かがこうく作った仕組みだとかですね預金残高を水増した書類がその構内で使われたって言うんですよ。<ー>これって 実は預金通帳の残高って、お金相場なんですよね。そうですね。実は世の中で流通しているお金のうち、キャッシュというのはほんの一部で、うん、ほとんどは預金なんですよ。ああ、なるほど。うん、だから企業が取引もそうでしょ預金通帳で金、金額が動いてるだけなんですね。そうですね。これを買いざしまったら、<laughs> それはもう、偽金作りになっちゃうんですよ。<laughs> あ、なるほど。偽金作りに等しいんだ、これは。 論理金論理金は一緒ですよ。なるほどね、うん。しかもそれを絶対やらないっていうのが銀行の銀行、まあ、信用である。そういえば銀行自分の首しまっちゃうわけですよ。でこれ預金残高を水増ししなきゃいけなかったのは、うん、その人の信用を大きく見せるためということですよね。で,でこれあの例えばほら留学するときに、うん、あの預金残高証明見せろとか言われたときに、うんうんね ええ、れでは、もう家族の預金を一旦集めてね。で、そうやって膨らまして、それで預金の証明取って、それを。相手側のね、大学とか国に送って、その後またお返しします。なぜかというと、この預金残高をね、改ざんできないからでしょだから、そういった国この桜があるわけですよね。もう。これって、それをやってないわけじゃないですか。でも、それはどうしても、この審査を通したかったわけですよね。 銀行の中でもうここまでモラルハザードがいってしまったっていうことですねでもそれはねもう名門の銀行でさえね利益は出ないとことですよねこの異常なまでの超低金利っていうの続けていあのバブルを耐えきったあの本物の崩の80年代のバブルを耐えきった駿河ですら生き残れないアベノミクスっていう状態なんですね。 て、うん、いうかね、やっぱり2年って限ったものを、それは5年やればそんなにやっぱり異次元金融緩和っていうのは、すごいものなんですね、うん、もっと言うとね、これ、駿河銀行のどはね、極めて著名でな名門銀行だから記事になってるわけでしょ。冒頭だけ読んじゃいますね、冒頭、自然利子率は経済活動と価格が加速的でも減速的でもない時の実質、はいうん、利子率で、はい、先ほどのご説明ありました、長期にわたって、うんはい、だからまあ,あ、均衡していった状態。 つまりインフレもデフレレももデ起きないいろいろバタバタあったけどそのうち均衡に近づくで理想的に均衡したというのはこの辺だろうといった時の均衡状態の利子率と、うん、自然利子率の展開の綿密な観測は通貨政策の実行にとって金用であって金融緩和実質利子,利子率を自然利子率よりも低くすることで達成されるというのはほぼ例外がない。 あね、ちょっとこれ、これあのまあ、書き間違えた通過した際は金融,政策です、ね、金融政策の実行ですね。です、これはインフレーションもデフレーションも起こさない利子率の実質版が実利率ですから、ねはいうん、それが、ね、その自然利子率のはどのように推移しているのかということを綿密に観測する、つまり日銀というども仕掛けは必要なんですよ。生のデータじゃ出てこないんですね、うんうん それが金融政策の実行にとってそえはそこで初めて聞いたと思うんだけど、うん、でこれあるように金融緩和は実質利子率が実質金利を自然利子率よりも低くすることで達成されるというのは、うん、ほぼ例外がないとほぼとのついた時もんだけどつま、うんうん、り簡単に言うともう金融緩和が達成したということは実質金利が自然利子率よりも 低くなっていればいいじゃないですか。それも達成したんですと。うん、つまり名,名目の利子率が2%に 2>、うんあ、あ、名目の物件上昇が2%に達しようと達しまいと、うん、そういうことは関係なくて、うん、実質利子実質金利が自然利子率を下回ればそれでいいじゃないですか、うん、ということをおっしゃったんだなと思いますね。うんうん、なるほど。うん、でこの例はもう早い話がああのゴールラインをね変えちゃって、うんあ、ゴールライン俺らは通りと いや、まだゴールラインは実際、まだ向こうあるんだけど、いや、実はもう、結構いいとこまでてもう通り過ぎたんですけど、皆さん、分からないですかと、見えないかもしれないけど、ちゃんとね、分かってる人は見える実質金利が、分かってる人は見える実質利子率を下回ってるんだから、実はもう金融緩和の効果は十分出ていて、だからもうこれ以上必要ないんですと、やめましょうと。 なんか騙されてるような気がするんだけどで実はそのこれがです、ね、18の E の7というやつなんですけれども、はいね、あ E の 7E、えー、の1から6はですね、はい、日本語版がないんですよ、はいおその、この日本銀行ワーキングペーパーシリーズ、はい、で E の8が問題ですね、で2%の上、えー、物価上昇が出てないと。うん E の8によれば石油価格が上がれば達成できるらしいだからさっきのイランの話が、ね、本格化したらそれも極端な上がり方するでしょうけどあ吹っ飛んじゃうとこの話、うん、ここまでの議論が全部吹っ飛んじゃったと狂、うんうん、乱物価だーと、はい、やったーつってこの人たち喜ぶんじゃないかっいう気がするんですけどで実はそれ英語版にしかないというこ,これですよね、はい、E の6ここにここですよ、ね、そうです。 でで書いいてあるじゃなすかだから普通の人は読めないわけですところがこれが重要なものだということに僕じゃこれですね 18E の6でナチュラルレートオブインターネッこれは自然理事ですよね。があると。でただしこれはさらにこれ生で見られないんですよ仕掛けが必要なんです。さっき言ったように軽量経済モデルを組んでそこにバーッといろんなデータ入れてでもう大型計算機をフル稼働して回してみてよく出てくるという。 少子高齢化それから IT 化消費の冷え込みっていうことをね需、うん、要要因というのは消費のことですからねそれからもうそういったことを賠償化する言い訳じゃないかこれはっていうふうにちょっと僕らここの辺気になったんです、うん、噛みつきちゃう。 それから自然理事お及び予想自然理リリー律を決定要因と考えられてきた諸要因についてそれぞれの定量的に影響を把握し比較できるような包括的なモデルを構築し実際に推計を行ったことであるっていうんですけどこれはですね僕があの見つけたとこいうよりはあのスタッフが見つけてきたんですけど英文版では次の部分にあたる Using a model uh, specially, uh, specially designed for this、uh, purpose と この目的のために特別にデザインされたモデルを用いるというふうに書いてあるんですけれどもこれが、ね、いあの日本語版で包括的なの書かれている、うん、えこれ全然意味,が意,味意味が逆になってますよね、うん、そうちょっとこれはね包括すぎるどころかおそすぎていてでまずこちらからいくと,、はい、えとこれもですねちょっと言葉遣いが乱暴で、はい、えっとこれですね 中中立立技技術にあって中立的技術的ですよねニュートラルテクノロジーで,でこれはどういうかというとあの経済成長するときに、うん、まあ技術進歩が起きますよね、はい、その技術進歩っていうのがあのこう所得の分配を変えるかどうかという,すうん、うん、つまり言えればその資本、うんね、資本に分配される要するに経営者側に分配されるものと働く労働者側に、ね、分配されるものっていうのがあってそれを変えないその比率を変えない。うんうん あの絶対にはこうおお同じ大きくなったとしても比率を変えなないような技術のことを中理性技術って言うんです<ー>でこの中立的技術を考えるのモデルがすごく簡単なんですね。<ー>でもしそうじゃなくて変えていくようなつまり労働を、うん、のシェアを高めるような、うん、あの技術進歩、うん、あるいは逆にそその資本のシェアを高めるような、うん、技術進歩と考えると、うん、これものすごく難しいんですよ。<ー> レベルが上がっちゃうからそれで最初もこの中立的な技術の考えこれが変化しているとそれに起因しているといとが確認されたと。でさっき安部さんおっしゃったようなね例えばこう人工動体の変化こういうものっていうのはねないことはないけど作用はその限定的だとあくまでメインなのはこの中立的な技術変化がポイントなんですと。 ちょっと納得できないんだけど。まさにこうテクノロジーの進歩によって、自然利子率は低下していると、えー、と言えないわけですね。